江戸時代にものづくりの町として栄えたという大伝馬町界隈の一角にモダンな外観の江戸屋はあります。引き戸を開け店内に入るとハケはもちろん洋服ブラシ、靴ブラシ、歯ブラシ、さらにショーケースの中に化粧品ブラシなどがずらりと並んでいます。創業は1718年、昭和3年かな。江戸時代には暮らしの道具としてなくてはならないものだったハケ。そのため質のいいハケを求める人々で店は常に賑わっていたそうです。今では取り扱うハケやブラシ類は3000種類以上。伝統だけにこだわることなく新たな価値を生み出してきた江戸屋、時代を超えて愛される暮らしの道具がここにあります。物心ついた頃は昭和通りというのがありまして、あの真ん中でタコを編みしました。